このバンナム島にはですね、リリの赤星に関する逸話があるんですよ。昔々、リリの赤星と満月のこの兄弟が最悪を倒し、世界を救いました。その後、この島に隠れ住んだという伝説があるんです。そうそう、ところがその彼なんだけどね。滅ぼしたはずの最悪に取り憑かれて、邪神になってしまったらしいんだわ。で、夜になると生贄を求めて邪神のしもべが島を徘徊するんだってさ。ほら、アリたちの後ろに！なんてね。途中からはおじさまの作り話だったのね。おっさん、紛らわしいことするんじゃないわよ。なんだ、天才少女ともあろうお方がまさかこの手の話が怖いってのか。幽霊だとかお化けだとか、そんな非科学的なものがいるわけないでしょ。じゃあせっかくだから肝試ししようじゃないの。おっさん山頂にアップルグミを置いてくるから、みんなそれを取ってくるってことで行こうぜ。ワンコ、うちはユーリと二人きりがよかったのじゃ。お、ラピードだ。おい、デブはどうしたの。ちょっとラピード待って、様子が変よ。ユーリ、今の聞いたか。なんかやばいことが起こってるらしいな。急ごう。ラピード、お前リタ、大丈夫です？怖いんでしたら一度戻りましょうか。何言ってるのよ。全然怖くなんかないんだから。だいたいね、邪神のしもべなんて出てきたってファイヤーボールで黒っ焦げに。エステル、どこなの。ラピード、あんた、まさか邪神のしもべになってみんなを生贄に。いかがです？平気だけど。すごい！ラピードがこの絶景を見つけて私たちを案内してくれたのよ。さすがはラピードだね。ああ、うん、ありがとうございます。ラピード見て、夜空に輝く一番星、ブリームベスピリアだよ。綺麗ですね。また来年もさ、僕たち全員であの星を眺めたいよね。おいおい、カロル、来年だけなんて寂しいこと言うなよ。再来年もずっとその先もみんなであの星を眺めようぜ。ところで私たちどうやって帰ればいいのかしら。ああ。